皆さんこんにちは、どうも鉄です。今回は私の父から古いノート PC を譲ってもらったので、ちょっとバラしたりしていこうと思います。ちなみにそのノート PC はこちらです。意外と軽いです。こちら東芝のダイナブックとなっております。父の情報によるとおよそ10年前に購入したそうです。指紋認証付きで、DVD ドライブは付いておらず、CPU はインテルコア i5M562.67GHz で、メモリーは 8GB、SSD 乾燥済みで、分解歴はありとのことです。愛語と聞いて期待していたのですが、とにかくファンが回って回って、ただ回るだけならいいんですが、めっちゃ音がでかいんですよ。ずっと手を置いていると低温やけどをしてしまいそうです。そして、この辺りもとても発熱しており、ここに関してはやけどしそうです。というわけで今回はこのノート PC のグリスを交換していこうと思います。まず裏返して、バッテリーを外します。電源を切ったばかりなのでまだとても熱いです。バッテリーの近くに2つレバーがあるのでこれを解除します。こっちは右へ。こっちは左にしますが、バネで戻ってくるので、片手で解除しながら、もう片手でバッテリーを外します。これを外さないと感電やショートの原因にもなるので、確実に外してください。あとコンセントと繋がっている AC アダプターも絶対に外してください。そしたらここから地獄のネジ外しです。裏にあるネジを全部外してください。ここの蓋を1番に、そしてここの蓋を2番目に外してください。そして一番大きなこのパネルを最後に外してください。そして注意ですが1番目の蓋を外すと、この辺りにネジが現れるのでここも外してください。こんな感じで全部外していきます。この作業が一番大変なんですよねー。さて、そろそろ1番目の蓋が外せそうだと思うんだけど。あれ？このフレキシブルケーブル外れてる。本来ならばしっかりとはまってるわけなんですよ。ですが分解時は絶対に外さないといけないので、このままいきます。そして3つ目の蓋を外すと、ここには SSD、HDD が入ってます。繋がっているので、外しておきます。そして全てのネジとたくさんの爪たちと格闘したら、ついに3番のでかいパネルが外せます。ちなみに全体像はこんな感じ。意外と綺麗でした。そして分解して左下の方にこんな感じのやつがあります。これが CPU クーラーです。ここの2つのネジを外すと取れるようになります。ネジを外したらこれを垂直に引っ張ります。グリスが固着しているので少し力が必要です。外したら見えるこの灰色の個体が CPU グリスです。もう固まってカピカピですが、必ず置くときはグリスがついた方を上にしておいてください。そしてこの古いグリスを吹っ取ります。私の場合は綿棒にアルコールを染み込ませてやってます。まあとりあえず綺麗に吹っ取ってください。このグリスがカピカピだと熱が逃げにくくなって、結果的に熱くなるし、ファンは高速回転するしで、最悪です。そこでこれを吹っ取り、新しいものに塗り替えてあげます。そしてグリスは私は MX4 を使います。グリスの注射器みたいなのは、こうやって持ちます。先端のキャップを外して塗ります。力を入れすぎるとこんな感じで出すぎます。CPU グリス塗るの久しぶりすぎて、感覚を忘れてます。そしてもう片っぽも塗ります。これはする人としない人がいますが、僕は一応グリスをヘラで伸ばします。このヘラは CPU グリスに付属しています。こんな感じで綺麗に塗れたら完璧です。あと CPU クーラー側も綺麗に吹っ取ってあげてください。もうここまで来ればもう大丈夫です。あとは元通り戻すだけです。CPU クーラーを置いて、元通りネジ止めするだけです。そして蓋を閉じるときはここの触れ。ここのフレキシブルケーブルをつなぎます。ぴったりはまったらこの黒いレバーを押し下げてください。もうここまで来ればもう簡単。蓋をつけて、このコネクタを SSD につないで、3、2、1の順番で蓋を閉じてネジを止めて、止めれば、ここまで来ればもう完成。あとは外してたバッテリーをつなげて、ロックして、
これでチーム完成です。さあ、あとは運命の電源投入タイムがやってきました。スイッチオン。ランプはつきました。液晶は完璧です。あとはキーボードとかの動作確認です。指紋認証は OK です。後で動作確認したところ、まあ結局爆音ファンは直らなかったですが、これで分解方法も理解しましたし、外れてたフレキシブルケーブルもつけれたので良かったです。にしてもよく外れてて動いてましたね。まあそんなとこですかね。それで歯も締めたいと思います。それで歯、ご視聴ありがとうございました。